超人湖は山梨県南鶴郡富士口湖町にある湖。富士五湖の一つで西から二番目、東から四番目にあたる。富士箱根伊豆国立公園の特別地域内にある。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の富士山域の一部として世界文化遺産の構成要素に含まれている。同じ富士五湖の聖湖、もとすと同一の実を有しているので水面標高も 同じく約900メートルで、湖水の水位が連動する傾向がある。最大水深は15.2メートルで、川口湖と並び3番目の深さ。0.5平方キロメートルと湖ここ中で、最も湖水面積が狭く、流入河川及び流出河川はない。2013年6月22日、富士山から振興の対象と芸術の源泉の構成資産の一つとして、 世界文化遺産に登録された。富士山の火山活動によって形成された関留湖で、本栖湖、聖湖と同じ水位である。かつては単一の大きな湖であったと考えられているが、富士山の溶岩流でまず南西の本栖湖と分断され、日本三大実録による864年の上岩大噴火の溶岩流によって、聖湖と分断された。この際には、 溶岩流が湖水と接触したことによって水蒸気爆発が起こり半円形のクレーターが形成されている。小人湖という湖名は富士山系者が湖で目浴して小人決済したことに由来する説や富士の背に当たることから配置と呼ばれたとする説がある。栄養湖でプランクトンが多く湖色も緑色。1930年代の調査でも 不栄養化していたがそれ以降も不栄養化は進行しているため、透明度は3メートル程度である。赤潮が発生することもある。ヘラブナやワカサギ、ブラックバス、タニシなどが生息している。ウガンには甲府からウバクチ塾を経て、駿河国へ至る軍用道路である、中道王冠が通る。小人国北川から見る、富士山は手前に大室山を排しているため、 小磨き、富士とも呼ばれる。前景は青木ヶ原樹海であり、樹海の中に中道王冠が走っているため、小人湖北側から望む富士山は手前に建造物がなく樹海の緑に覆われ、絶景である。かつては湖北部に集落があったが、聖湖で増水による被害が発生したのを受け、似たような地形にあった集落は、1972年頃に、 湖南部の中道王館沿いの青木ヶ原樹海内に移住し、新居住地は移住地と呼ばれている。移住地には民宿が点在している。中世には海、駿河間の主要街道の一つとして中道王館が利用された。中道王館は甲府盆地南部の宇ば口塾から宇ば口峠を越えて富士北陸に至り、小人湖、元と湖を経て、 現在の静岡県富士宮市へ向かう。中世、近世には、海産物の利用にも用いられ、女坂峠を抜けて、甲府方面へ抜ける山道は、魚道と呼ばれた。川口湖や山中湖と異なり開発されていない。北側から富士山方面を見ると、青木ヶ原樹海の中にある道路や建物が見えないため、湖、緑の樹海、富士山が見える。 大自然の絶景地である。都心から2時間半ほどで行ける。古民家も古くなり、空き家も目立ってきた。その対応として、ザ・ショージを代表するスポットを体験できるフットパスプログラムなどが実施されている。イギリス人のハリース・スチュワート・ホイット・ウォーズは、1895年、富士山が綺麗に見られる秘書地、ジャパン・ショージとして、日本国外に宣伝した。 そのため多くの外国人観光客が訪れ、小人湖に当時日本有数の秘書地として、小人湖ホテルが創業された。2015年12月27日、国際天文学連合の惑星システム命名ワーキンググループによって、土星の衛星、タイタンの湖と呼ばれる地形の一つに、小人湖にちなんだ、小児ラカスという名前が付けられた。ありがとうございます。